マキがさ、さっき家がすごいって言ってたのね、うん、で、すごいの違うんだけど、あの私の家すごいあの臭いの。ちょっと待って待って、もうさ、無理に繋げんでいいって。全然話違うやん。めっちゃ面白い。芸能人が来るとかさ、 M1 ファイナリストが来る店とさ、はい、家が臭いの全然違うから。すごい直結しないですね。いいよ、全然話違うって。家が臭いの、うん、で最近ね、なんでなんで、あの私ユニットバスなんですけど、そのユニットバスの排水口がすごい溜まりやすくて、うん、水はけがめっちゃ悪くて、もうすごい、もう公衆便所よりきつい匂いが部屋中まで広がってる。最悪やん。ガチャって、ただいまって言ったら腐ってなってて、それがもう、もう入居した当初からあったから、ちょっとこれどうにかしてくださいって大家さんに言ったら、あ、分かりました、じゃあ水道屋さんに言うから、ちょっとあのいい日程欲しいっつって、で日程合わせてでやってもらったら1回工事をね、でなんかガガガガーとか言ってたから治ったんやって思ってそのままにしてたのよ。でも結局1週間後ぐらいにまた臭くなってきて、うん、これ治ってないじゃんってなって、うん、よく排水口を 見たら、なんか何もなされてなかった、ただなんか変なボンドつけられてたみたいな、なんか縁に、排水口の縁にボンドつけられてただけで、なんなんだと思って、うん、でも最近本当に臭すぎて耐えられないから、ちょっとマジでお願いしますって大家さんに言ったら、あ、じゃあ分かった、ちょっとこの間と違う水道屋さん頼むから、ちょっと明日の朝8時に家におってくれって言われて、うんうん、で朝8時にちょうどピンポーンっておじさんが入ってきて、じゃあやりますねって言ってすぐ作業に取り掛かってくれて、うん、そしたら2時間後ぐらいに、あの終わりましたって言われて、うん、あ、やっと治ったわと思って、ありがとうございますって言ったら、うんうん、あ、終わりました、うん、僕これ水道屋さんがやんないと治んないですね、うん、って言われて、え、お前誰ってなって、知らん、おっさん、この人も、この間のおっさんも誰やけど、あんたも誰ってなって、水道屋じゃなかったらしくて、よく聞いたら、うんうん、もう本当 の僕の知り合いの水道屋さんに言うから、ちょっと待っててって言われて、まだ今何も連絡来てないんだけど、誰っていう。